はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。以前ですね、DIY 動画として、このキッチンをちょっと軽く DIY をしましたっていう、そういう動画をシェアさせていただきました。で、そのですね、動画の中で、このキッチンを、軽くディスってるわけです。この色というか、全体的な質感がですね、古いと、昭和の匂いがですね、出ていると。全然いいんですけど、せっかくなんで、この部分もですね、ちょっといじってみようかななんていうふうに思います。で、やるからには、この動画を見てるあなたの参考になってほしいと思いますので、お金をかけない DIY。動画のコメント欄に節約動画っていうふうに言われましたけど、まさに今回も節約 DIY でやっていきましょう。今だってナショナル松下電工ってないですもんね。パナソニックになってますし。いや、このシール逆にレアなんじゃないかっていうふうに思っちゃいますよね。多分今の若い人たちってナショナルって聞いたら、ナショジオって思いますよね。はい、で、僕が今回用意したのはこの3点です。ダイソーで売っているリメイクシートというもので、サイズが 45×90cm。ブラウンが一色に、ナチュラルウッドというものが2つです。はい、ということで作業が終わりました。いただきます。せーの、ドーン。はい、とまあこんな感じでできましたけども、やっぱちょっと雰囲気は変わったような気がします。この配線というか、この部分がうまくパシッとこう
はめられたのが、まあ、自分なりに満足ポイントだと思います。まあ、こうやってあのカメラ越しにですねこういったものを見ると結構しっかり木材の感じとか出ててさすがだなって思うんですけど、実際ですね目で見るとなんかトリックアート展みたいな、それを間近で見た時と同じような感覚を覚えます。まあ、でも100均で買える材料でこれだけ雰囲気を変えられるっていうのはすごいなというふうに思いますんで、この動画を見て、あ、私、僕にもできるかも、私にもできるかもって思った方はですね、ぜひチャレンジしてみてください。はい、もしこの動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。近々ですね、ここら辺に懸垂棒、この懸垂バーをですねDIY する計画もありますので、はい、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。